でも買う時間もないと思って、配信劇場出る前に自販機で買ってきました。お疲れ、乾杯。ファンタグレープ、懐かしい味がする。ありがとう、ギフトも星もありがとうございます。久々に見たみんながぴょんぴょん飛んでるの、なんか見ないアバターも新しくなったりしてる気がする。7月一発目の公演でした。明日はちなみに浴衣祭りです。浴衣着ます。浴衣を、推しメンの浴衣が見れます。明日は何の髪型しようかな。明日はカラコンもつけようかな。私かかったの、最近カラコンやめた。目疲れるしお金かかるから、定期的にカラコンやめたり始めたりしてる気がする。今日ファンタオレンジ飲んだ。一生オレンジ、ブドウ派でな。四つ編み、いやそう、四つ編みって言ったらさ、なんかよ、なんかこの一つの塊が四つ編み、三つ編みって言って、四つ編みって言ったらなんか一つ一つが四つみたいになるから、ストーリーで四つ編み、一二三四つ編みっていう名前で載せてみた。時間かかった、ありがとう。明日は行けずにすごくし、明日ね結構外れた方が多くて、でもたくさん応募していただいたということでありがとうございます。俺の嫁、俺の嫁って言われちゃった。あれも俺の嫁、二人の俺の嫁って言われちゃった。持って持って、守りたい、この笑顔、このガーンっ て巻物のギフト、一生一生ある。いつからかずっとあるよね。でもすごい見やすい、出てきたら絶対パッてすごい見えるから。今日は昼夜メイクさんに髪型を決めてもらったんですよ。もう髪型やり尽くしちゃって、もう何がやってないかも分かんなくて、もう NGT なんて多分テータグループ1位ちょっと凝った髪型をしてるグループな気がしてるんですけど、本当にメイクさんも優秀な方々だし、本当に髪型で楽しませてくれるし、ファンの方にも髪型で楽しんでもらえるメイクさんの頑張り。歌唱力現地行くね、歌唱力行くねって人お見送りでめっちゃいっぱい言ってさ、嬉しい、行くよって言ってくれて、応援してるよって、期待してるよとかいっぱい声かけてもらって嬉しかった。NGT ファンの方いっぱいいるんじゃないかなって思ってる。いっぱいいてほしい、本当に。なんか4組目の2人目なんですけど、1組目は1組目で緊張するから絶対避けたいって思ってて、でも4組目ってなって最初はあ最後だみたいな、なんか安心したけど、逆に私緊張しいな、私は逆に待つほど緊張が増してきそうな気がしてて、本当に緊張しないことが一番の目標なんですけど、決勝の予選の時もそうだったし、めちゃくちゃ激戦区、いや本当になんか
X で死の国とか書いてあって、それなってなった。なんかいろんなメンバーにもなんかよく見目大変ですねみたいな、頑張ってくださいって言ってもらえてさ嬉しいんだけど、でもお世辞でも絶対いけるよとは言えないし、言えないよね、絶対はないし。でも練習は頑張ってるけど、そうだね、本当にここまでできたらもうやるしかないですね。本当だったら弱音吐きたいところだけど、やるしかないって言って言います、言葉では言っておきます。言霊っていうやつもあると思うので、海外メンバーもねどう来るかわからないですよね。上手いのはもうあんな人数中から選べた2人だから、もう相当な狭い木壁を登り詰めてきた選ばれし2人だから、そうなの、上手いのは当たり前だけど、それがどう、初めての試みだから、海外メンバーが大会にいるのがどういう審査になるか、本当審査の仕方もなんか今までと変わってきそうですね。今まで知らないけど、私決勝初めてなんで、実は他の人見たら緊張するから、私もう誰の曲も聴かずに耳塞いでよっかな、なんかその方がいい気がする。後で見る、配信で他の人の歌を、え本当にその方が良くない、なんかそう思ってきた。でも気になるよね、絶対聴いちゃう、普通に見たい。えでも見ないのも一つの手かもしれない。もう4組目はもう聞こえちゃうけど、スタンバイしてるから。でも自分の練習でいっぱいいっぱいで、でも直前まで練習 してるのもなんか違う気がするんだよな。直前まで練習してたら余計緊張しちゃう、私絶対。だからもう当日までにとにかく自信を持って挑めるから、直前まで練習はねできればねちょっとしたくない。経験上直前まで練習してた時の方が緊張して違うことしちゃうから、もう練習はもう前日まで、当日はもう耳塞いで頑張る何も聞こえない、何も見えないで、自分の歌の時だけ自分の歌を届けられるように頑張ります。でも毎年のように選曲も大事っていうのはなんかあるじゃないですか。歌唱力できそうのはもうもちろんなんだけど、選曲ね、私本当にすごいみんなびっくりするびっくりすると思う、自分でもびっくりしてる、練習しながらびっくりしてる。歌いそうになっちゃう、危ない。俺の夢ありがとう、来てた。4人目、俺の夢。一般ネジこそ当たってほしい、外れたんですね。そっか、そっちでもあれが出てるのか、落選が。
現地で観戦します。ありがとう。もう願ってってくれ、もう念を送ってください。なんかもうみんな神社とか行ってお願いしてきてほしい。私もなんか神社行こうかなとか思ってる。神頼みで草って感じなんだけど、本当になんかパワースポットとか行きたい。本当にパワーが欲しい。ちょっともうパワーがね最近なくて、本当にパワースポットとか行った方がいいと思う。私なんかついてる最近。NGT ってすぐなんかついてるって言いがち。お化けついてるんじゃないって。直前の方の話し会で楽しい。そう、直前にお話し会があるんですよ。2日前だっけ。ぜひあの念を送りに来てください。おしゃべり会、うん、呪術とかでこう頑張れってパワーを送ってくれたらもう嬉しいです。じゅず見送りレイちゃんの前に来ると緊張しちゃうね。見送りってさ緊張するよね。メンバーどんどん流れてくるもんね。しかも下からみんな身を上げるっていう。でも緊張してる人と緊張してない人がすっごい分かって、すごいお見送りのファンの人の個性が出ててすごい面白いですよ。みんなかわいい。最近にのスケボー関連の話題が多くて嬉しいです。嬉しい。そうだ、なんか配信する人だから全然ちゃんといろいろな報告できてなかったけど、配信で報告するのはしてなかったと思うな。この度7月じゃない6月27日に全国スケートボード施設連絡協議会アンバサダーに任命いただきました。あれなんか言った気がするな、公演で言っただけかな。そうなんですよ。でもその日に、昨日7月5日昨日だよね、読売中高生新聞さんの方で取材させていただいて、成り立てほやほや、アンバサダー成り立てほやほやで取材していただいた記事というか新聞が昨日出たので、よかったらネットからでもというか購読できるので、サイトからぜひチェックいただけたらなと思います。結構語りました。オリンピックの見どころとかスケボーの魅力とか、でもそうオリンピックの見どころも語ったらしい。選手がね決まったんですよ。その直前にオリンピックに行く日本から3枠の出場権を獲得するメンバーってちょっと癖で選手が決まって、それが結構激戦だったんですよ。最後まで接戦だったんですよ。誰が繰り上がってもおかしくないっていう状態で、すごい面白かったけど、私もね全然この試合中の技を見て今のはフロントサイドなんとかで D7 なんとかみたいなの全然言えないから、なんかそれ本当に実況の人すごいなって思う。やってても覚えられないというか見てすぐ分からない。実際実況やってる人も分かんないこととかめっちゃ多いと思う。
同じぐらい本当に難しい技を覚えるのって、なんかフィギュアスケートとかいろいろそういう個人種目いろいろあるけど、オリンピックのフィギュアスケートとかと一緒で、回転数とか見送りの時めちゃくちゃ緊張してる緊張してるの。オンラインじゃない、おしゃべり会なんてもう気にならないぐらい緊張するってことですか。おしゃべり会楽しみ。アンバサダーは大使と言います、日本語で。ファクトストリート、最近ちょっとストリートが楽しいんですけど、見てて。でもなんか個人的にスケボー始めたきっかけがパーク見てだったから、感情移入しちゃうのはパーク、その選手同士の関係性とかそういうのを見て楽しいのはパークで、ストリートは本当にもう全員を応援したくなる、ハラハラドキドキ。おしゃべり会おすすめの日、そうだよね、おすすめの日作ってほしいよね。ちょっと作ってみます、頑張って。スケボー、またスケボー直接見る機会あるといいなね。あるといいな。去年のイベントもめちゃくちゃ最高だった、神イベだった。私は子供たちに教えて、それを見守るファンの人たち、授業参観、ほぼ授業参観だった。なみちゃん推しの子いるの、えなちゃん来たいって言った、え嬉しい。えなんかツイッターで見たかもX でななみのアイコンの人が行きたいってつぶやいてるの見たかもしれない。おすすめの日あるのかなって、その方かな。政治パーク作ってください政治パークネーミングセンスでもインパクト感じなの。東京会で2日間行きます、ありがとう。そう、2日連続なんですよ、東京の日が。それはファンの方からしたらどうなんだろう。でも連泊して遠方から来てくれた人は行った、会いに行ったついでに連泊して2日間会えるってなるとなんか嬉しいかもね。嬉しいかも。私たちも連泊になるんですけど、カメ子がしたい。あえ、憧れるスポーツマシとかの、野球の始球式での写真とかイベントでの写真とか、ななみもこの前撮ってたし。確かにスケボーなんかできそう。てかあの日も別に撮ってよかったんじゃないかって思うけど、そうだよね、カメ子なしって言ったわ、私がないんですって言った気がする。よかったんじゃねって思う。
ぐらい多分決まってなかったと思う。ダメとか。でも佐々木さくら選手とかオリンピック選手がいましたから、佐々木さくらさんも今回オリンピック出場されます。おめでとうございます。一緒にイベントご一緒した人です。いや嬉しかった本当に。夏に入るのどうか嬉しい。あんなに好きだった彼女は、あー炭酸おいしい。エアコンつけてるとさ寒くないですか。でも止めたら暑いから止めないけど、エアコン寒すぎて寝るとき布団めっちゃかけてる。でも寝てる間に暑い方が嫌で、最近エアコンすごい普通につけて寝ちゃう。そっか、2日間日帰りって人も多いか。2週間後の、早っ。オリンピック、パリオリンピック、東京オリンピックから4年経ったの。まあ正確に言うと3年か。早い。なんか本当に最近早すぎてさ、時の流れが怖いんだよね。怖い、本当に怖い。早い。なんかどっかで時空歪んで飛んだん、時間飛んでんじゃないかってくらい、2020年になってからかなが早すぎて、2024年ももう4月ってびっくりなんだよね本当に。なんか焦る、早すぎて。もう終わっていいのみたいな、本当に終わっていいのみたいな気持ちで上半期終わった。これありがとうございました。ありがとう。もう寒い、もう寒いんだけど。でもさ、寒くてさ27度とかにしちゃうんだけど、27度でエアコンつけるの意味あんのかなって。除湿ね、確かにドライでつけたりはするけど寒いです。最近軸歪んでるらしいよ。やっぱりおかしいよ。絶対ちょっと早まってってる。一日もあっという間すぎて。カメラ映ってないとこでの劇場でのレナミの絡みが最高に好き。今日は青春時計で目が合って笑いました。浴衣祭りの刀剣乗ってく、浴衣祭りも刀剣あるんですね。9時から。結構した人だけど、でも結局そういうのキャンセルも多かったりするから。刀剣頑張れ。この卒業公演もね、めっちゃ忘れたって人多くて、刀剣でギリ勝ち取ったみたいな感じのだったよね。カホ元気かな。やめたばっかだけど絶対に元気。まだやめてもいいか。髪型かわいいです。やった、綺麗な縄ありがとう。金の七夕だ。明日七夕だ。だから浴衣祭りだ。
明日は七夕です。毎公演何枚かあるんだ。じゃあ明日本当に何枚かっぽいな。嬉しい。でもそんなに浴衣を見たいって思ってみんな応募してくれたと思ったら嬉しい。明日は可愛い浴衣姿を皆さんに見せびらかします。小学生の頃が一番長かった。楽しかったな。でも今日ちょうど中学生の頃の話したメイクさんと、もう23歳になってしまいました。でも一期生の中で私年少組だったから9年経とうとしてる今まだ23歳なことにもなんかびっくりする。どんだけ若かったんだ私って。今も若いんだけど入った時若すぎたなって。本当にすごい。中2で新潟一人で来てやってたのすごすぎるって、自分を昔の自分のことをすごい褒めたいし、続きここまで続いてる自分も本当に想像してなかった未来すぎて褒めたい。し9年経ってもね、アイドル9年8年半もうすぐ9年アイドルでいられるんだっていう本当に感謝ですね。本当にもう新潟の女だよごめんだけど新潟の女です。埼玉出身の新潟の女です。ファンの方がねずっといてくれるのも本当に、こんな9年も経って応援してくれる人がいるってすごいありがたいなって思います。それはファンの人も年取るよね一緒に年取るよね。審査の最年であと1週間あと1週間見に行けなかった。行きたいかったけど行けなそう。代わりに皆さん見に行ってください。半年あっという間だったな。そうサイネージもあってあっという間なことをより実感した。毎月変わるサイネージ新さんの12から1人がしてない。やほんまに偉すぎる。あと10年はどうかな10年いて どうするの私どうなってるんだろう10年いたら。でも33歳かどうなってるんだろうね。もう世の中が変わりすぎて。そう埼玉のこと忘れないよ。埼玉ラブだよ。地元ラブだよ。でも新潟もラブだよ。新潟ももうもはや地元なんだよな。AKB からでもすぐ10周年。そうマリナと10周年を迎えるかも。バイト AKB だとそうだね秋ぐらいに10周年です。芸能活なんか本当に想像してなかったな今の自分。20終わる前にまた行きます。
ます。ありがとう。今日めっちゃ雨だったみたいで大丈夫だった？関東。私1期生の3人残りの3人になってる未来に私の名前ありました。皆さんなんか予想してなかったと思うけど、誰が最後までいるとか。5年前とかの NGT を見て最後の3人誰が残るって予想した時に私の名前上がったかな。なんか結構意外な子が卒業してく感じしない？予想なんてしないか、誰が辞めるなんて。でもメンバー内では結構意外なメンバーが残ったって感じかもしれないで話してるかな。雷めっちゃトレンドリーしてた。2期生と人数が変わらない。そうなの。壁車3人1期3人2期3人もうドラ言ってドラ2人。卒業アイドル続けてくれてることが嬉しい。よかった、そう言ってもらえて。卒業予想はしないようにしています。そうだよね、それが一番いいよね。心臓に悪い。10人登録者の私にとってあれ嬉しい。ああ10人登録から2人。確かに夜もうね、本当に写真集本当に嬉しい。もうずっと待ち望んでた美晴の写真集。ずっと言っててやっとね叶って本当に良かったです。自分のことのように嬉しい。はなちゃんの卒コンのやつ見た。え、秋、9月って秋なんですか。寂しい。早い。でも卒コンからの卒業恋なのか。めっちゃ可愛かった。すぐいいねした。美女めっちゃ良かった。漏れてた。なんか大人っぽい花ちゃんが大人っぽかった。大人っぽかった花ちゃんが。けど花ちゃんのあのなんか昔から変わらない笑顔か、昔から変わらない面影もありつつ大人になっててなんか可愛くて切なくなった。まだまだ応援させてね。ありがとうございます。応援してください。卒業するその日まで、卒業してからも NGT 応援してほしいなって思うけど、明日写真集イベント忙しいよね。はなちゃんの卒業公演見たいんだけど。
え、なんか個人的になんか全然グループは違うけど、私はなちゃんが先に卒業すると本当に思ってなかったから、めちゃくちゃ大きかった、すごい衝撃と寂しさと。ね、なんかすごい他のグループではあるけど、バイト AKB から一緒だったはなちゃんがグループに48グループにいてくれるってことがすごい、なんかわかんないけど嬉しかったから、心強かったから、勝手にすごいね寂しいです。会いたい、すごい。はなちゃんはちょこちょこ連絡取ったりするんですけど、すごいなんかちゃんと忘れないでいてくれて、忘れるなんてないけど、ちょこちょこ連絡くれたりして嬉しい。お誕生日の時とか、あ、確かに歌唱力見に来るやん。え、やった、え、ちょっとモチベちょっと上がった、別のモチベがって言った劇場公演が昔の研究生公演で勢いがあってめちゃくちゃ良かったのをすごい覚えて、嬉しい。その頃の気持ちを覚えてくれる人がいる、覚えてくれてる人がいるってだけですごい支え、もうなんかそうすごい悲しいぐらい、なんかその時代のことって本当になんか忘れられてるなって感じることがすごく多くて、悲しくなるからそうやって伝えてくれるのは嬉しい。で 3年、でも私たちは研究生になったのがさ、なんか NGT はデビューから劇場オープンまでが長かったじゃないですか。だから実質研究生って表に出たのは劇場オープン初日だけど、実質なんか気持ち的にはずっともう入った頃から換算されてるっていうか、自分の中では研究生っていう時代が、だからすごく長かったんですけど、研究生の時代ってすごい長かったね、本当に長かったけど、もういい思い出が本当にありすぎる。これがなかったら今がないっていう出来事とか経験とか感情とか思いとかも詰まりすぎてて、もう本当にそこにすごく詰まってる今だから今いるなっていうのをすごい思う。美晴も私もすごい同じ気持ちだと思う。本当に長かったけど本当に楽しかった。でも昇格してからは本当にすぐになんか活動できない時期が続いてたから、なんか本当に昇格したのかなって気持ちがずっと続いてる、感覚的には。先生の研究生も2年、そうですね、でもどんどん新しい子が入ってきてくれるからこそいろいろ変わってくるっていうか、やっぱ時代は変わるとか言うとなんかちょっとすごいツボネみたいで嫌なんだけど、本当に進化してってるなって思う。
最初の頃の NGT の色とはまた違うよね絶対。チーム G 声めっちゃ出てたの懐かしい。私本当にどっちかファンの人ワンチャン私がどっちのチームか分かってなかったんじゃない人いるんじゃないかってぐらいどっちも出てました。出張公演とかも私だったし。楽しかったな。でもがむしゃらだった。頑張ったらいいことあるって思って頑張っていっぱい、覚えてた。そうだからアイナとチーム離れてピエンピエンって言ってたけどなんかほぼ同じチームみたいな また見たい声めっちゃあるよね。わかる。 HK って話あるんだ。なんかもう一回全部やりたい。パーティーからパーティーは死ぬほどやったよね。なんか一回やりたいパーティージョークの前座が全てレイちゃんの折り目曲の。待って確かに言われてみれば純情と大人と大人になる前にと身の回りか。確かになんか自分が折り目なんだってことってすごいことだよね。そうだよね。私折り面だったし披露してなすぎて結構順序よろしくと大人になる前は研究生の曲っていう感じに最近なってて歌い継がれてて嬉しいなって思うけど私が歌ってたっていうことも頭の片隅に覚えといてくれたら嬉しいです。いつか順座にも出てほしい確かに急に出てきたら折り面ですって言って急にやだ。そう順調らしくダンスむずいんだよ。難しいのによく踊ってるなって思う。ダンス選抜の曲だからね。前座いつか出たい。面特権です。いや自分からめっちゃ嫌な先輩じゃん。私折り面特権で出てもいい。えでも喜んでくれそう。4期生えいいんですかってかわいい。でも折り面なことをファンの人はもちろん覚えてるけどなんか忘れてるじゃないかって思っちゃう。もう折り目が少なすぎてっていうところはあるよね。実際1期生3人しかいないからその頃の楽曲の折り目かどうか3人の中からだからさすっごい絞られるし1人いるかいないかぐらいだから。泣きべそ格が違った嬉しい。いや泣きべそはすごい新しいポジションやって泣きべそのポジションになってやって自分でもやっぱしっくりきた。さすがにしっくりきました泣きべそは。
だって CD が自分の声だから、自分で歌ってて CD の声聞こえるみたいになる。それは自覚ありでした。いやだから本当になんか泣きべそっていう曲をもらえて本当に良かったなって思う。歌詞めっちゃいいしね。え、お前できっぱい公演歌詞さ全部良すぎてさ、なんか本当に染みちゃう。いいんだけどなんか心に染みすぎちゃう時ある。 NGT の歌詞が良すぎて、全部 NGT の曲で構成している公演なので、NGT の曲は本当に歌詞がいいので本当に危ない時ある。良すぎて歌詞が。歌詞良すぎてため息出る、はあ、なんでこんないい歌詞なのってわかる、この気持ち。今日負けとかさもう当たり前にとっていうか、もう曲調的にいい曲だし、 NGT としてもリクワで上位の曲でっていう情景があって、もう殿堂入りのめっちゃ泣けるいい曲だけど、意外と明るい曲でも心に太陽もあの別もどっちもいい歌詞してるんですよ。すごい NGT の曲に励まされましたとか言ってもらえることとかあったり、聞いたりそういう話聞いたりとかするんですけど、本当にファンの方側の気持ちになってすごい共感する。マジで背中を押される曲とか共感できる曲とか、渡り鳥もめっちゃいい。渡り鳥も本当に泣ける。フォーメーションもいいしね。これに対して泣けるよね、やっぱり今日負けも泣ける。私も よく今日負けでうるうるしてる。今日負けも泣けるし、明るい曲セカオもめっちゃいい曲。本当にねちょっと気抜くと本当に泣けてきちゃうぐらいズサズサ刺さる NGT の曲。刺さりすぎちゃって困っちゃう。平日公演またやってほしいね。わかる、平日やりたいです。うん、確かに2番の歌詞ね、フルで聞くからわかる良さが多いよね。ホワイトグループの曲 NGT もそうだし、やっぱ劇場で NGT の曲で一つの演目作って、しかも劇場だとフルで聴けるから、それはすごいめっちゃいいなって思う。なんか既存の公演とかやりたかった気持ちももちろんみんなあるし、ファンの方も見たかったよって人も多いと思うんだけど、思い出いっぱい公演はこれはこれですごい、なんか最初はちょっと不安だったけどありだなって思って、 NGT の曲を2番フルで聴かないのはもったいないので、すごい NGT の曲に浸りたい人、思い出いっぱい公演にぜひようこそって感じ。すごい NGT 知らない人にもおすすめしたい。あ、青春時計ね。そろそろって何？青春時計、確かに青春時計は時が経てば経つほど染みてくる楽曲だわ。いや刺さりまくいよ。絶望の後でもねいいしね。世
カヒトもね、セカヒトで終わるのめっちゃ好き。ニャニャ公園でもセカヒトで終わってたんですけど、めっちゃ好きセカヒトで終わるの。手取りとして井戸森は4期がやってくれてます。嫌いなのかもしれない、見たいって言って何回か言ってもらうことあるんですけど、嫌いなのかもしれない。山ここでねやってたんだけど、やりたい。嫌いなのかもしれない、もうめっちゃ悲しいよね。マシの卒業後やばかった、マジで。自分いたら多分泣きすぎて歌えてない絶対って思いながら見てた。あれ衣装かわいい、衣装絶対かわいい、衣装絶対似合う私。自分で言うけど、あの衣装絶対似合う、あの制服めっちゃかわいい、あれ着たい。衣装でしないキスわかる、好き。ちょっとね恋愛強めだけどね。あの別もマジさ、あんな明るくてバーンとか振り付け可愛いし、めっちゃ元気で明るい曲でぴょんぴょんしてんのに歌詞しみるんだよね。でもあの振り付けやりながらさ、な涙流してるのもちょっと感情おかしくなるじゃん。けど本当に泣けるほどいい曲。10枚目シングルの配信以来だ、ショールーム配信、個人配信ではシングルの話してなかったですよね。しましたね、一回しましたね、思い出した。改めてましてって言った気がする。したっけ。10枚目シングルもどんな楽曲なのか、どんな楽曲がカップリングとか収録されるのかとか楽しみに待っててください。あとはもうおしゃべり会を楽しみに、みんな生きていきましょうっていう感じで、みんなで楽しみを作って生きていきましょう。ポンコツね、私めっちゃ好き。2番の振り付けも覚えてるかなってくらいだけど、夏フェスも、夏が始まるということはフェスもきっとたくさんあると思うので、出演できたらぜひファンの方に来ていただけたら嬉しいです。フェスでいっぱい会いますようにね。トリプルセンターどうなるんだ、私も全然想像ついてないけど、今までにはない新しいシングルにはなると思うので、10枚目シングルよろしくお願いします。みんなでファンの方も一緒に盛り上げていきましょう。なんか発売日はすごい激戦区、今日激戦区って言葉めっちゃ使ってるみたいなので、みんなで頑張りましょう。夏も楽しもう。私も今年の夏も NGT で入れることに感謝して楽しみまし、まし、楽しみましょう、ましよう、ましょう。あの皆さんも今を推しメンを終えるこ、応援できることにお互い感謝してリスペクトし合って、楽しい1年にしましょう。下半期1年はもう全然あと半年しかない。それではじゃあそろそろ終わりにしたいと思います。ねえフェスも楽しみ。顔細くなってる、嬉しい。加工してないよ、してるかな。
ックスタイムしよう。かわいいこの髪。自分でできるかな。自分でできたらめっちゃいいな。なんかツインズって三つ編みだもんね。三つ編みがこんな綺麗にできないんですよ本当に。すごいメイクさん。こうしたら10本ぐらいに見える。これでスクショしたら。よかった。よかったわ。ちょっとよくわかんないけど。いやなんかこの髪カビシャにしよっかな。なんか気に入っちゃった。急にどうしたってなるよね。やめました。それではランキング読みます。そっか。じゃあ13位から読みます。13位、竹めぐさん。12位しんごさん。11位あきのうさん。10位ゆいさん。9位ひまりちゃん。8位しゅうちゃん。7位ジョンさん。6位ミスターさん。5位令和の土方さん。4位からしさん。3位せいじれいなさんがとても心配でした。2位ぬっくん。1位赤石さん。ありがとうございます。ありがとう。また配信できる時にします。ありがとうございました。歌唱力応援しててね。みんな本当にあのパワースポット行って私のさことを念じてきて。おすすめのパワースポット募集中。ありがとうございました。みんなおやすみなさい。お疲れ様です。ゆっくり休んで水分とってご飯食べて水飲んで寝てください。お風呂入って。はい、ありがとうございました。バイバーイ。